はい、皆さんこんにちは、太陽チャンネルです。え？はい、ということで今回は2016年3月発売のトミカを買ってきました。今日買ってきたのはこちら、じゃん、ドリームトミカのイニシャル D の車ですね。こちらの2台を買ってきました。はい、1台目が RX7 の高橋涼介が乗ってる車ですね。高橋はい、2台目が FD ですね。 RX7 の高橋圭介が乗ってる車になります。それでは早速こちらの2台を開封したいと思います。はい、どうぞ。太陽、はい、翼、無理か、早送り、いや、早送りしない。お、あ、かっこいい。はい、高橋圭介の乗ってる遅車、遅くないよ。はい、はい、こちらになります。プロジェクト D 仕様になってますね。こちらめっちゃかっこいいね。ライト部分がクリアパーツになってますね。で、ドアとかの開閉は特になしで、サスペンションのみになってますね。はい、かっこいい。あ、ドリシャって感じだね。じゃあ2台目は高橋涼介が乗る FC かな。うん、サクちゃん、え、サクちゃんが乗ってるの。誰だよ。さあ、FC は、お、あ、あ、ドアが開閉する。もうかっこいい。貸してよって。わー、逃げろー。はい、2台目高橋涼介が乗る FC になりますね。はい、こんな感じですね。あ、ちゃんと横にレッドサンズって書いてあるね。で、ドアの開閉がありますね。あとはサスペンションで、ホイールもやっぱりドリシャーらしく、いつものトミカのタイヤではないですね。ホイールではないです。おー、めっちゃかっこいい。ちなみに後ろのテールランプがクリアパーツになってますね。待てよ。はい、ちなみにですね、今まで出たイニシャル D シリーズはこちらになりますね。ナイトキッズの中里が乗ってる GTR と、藤原豆腐店の藤原拓海が乗ってる車86ですね。こちらを並べると、美味しい。はい、並べると非常にかっこいいですね。はい、ということで今回は2016年3月発売のイニシャル D シリーズを開封してみたという動画でした。気になった方は買ってみてね。ということで今日の太陽チャンネルはここまで。バイバイ。バイバイ。誰にやってんの。ベスト。